という言葉をご存知だと思いますね。あの過渡期というのは過ぎる渡る、まあ、期間の期ということで、まあ、過渡期という言葉があります。辞典を引きますと、ある状態から新しい状態へと変化していく時期のことですと。またこういう説明もあります。期間の途中から新たに先に向けて切り替えをする時期という意味、移り変わっていく時期というですね、意味だということなんですね。いわゆる過渡期ですよね。あることがこう次の段階にこう変わっていく時期ということですよね。まあ、私たちの例えば肉体的な成長も、まあ、子どもたち見ますと分かりますよね。やっぱりこう赤ちゃんから子ども、子どもから、まあ、少年少女、そして成人という形で、やっぱりそのこう変化の激しい時期、過渡期があると思いますよね。まあ、これはまあ、私のようにだいぶもう年配になっているものもそうだと思うんですね。なんか似たようなことずっとやってますけども、でもやはりこう年代によってこう変わっていく過渡期あります。これは、例えば企業でもそうですよね。こう世界が動いていったときに、経済状態が動いていったときに、こうその過渡期をうまくこう次の、ね、段階にこう変えていかないと、昔のこう良かったこと、昔の成功例をそのまま持ってきても、やっぱ変わってるから、こう新しくこう切り替えて変わっていくという、その過渡期ですね。まあ、日本はバブル崩壊後ですね、その過渡期をうまく乗り切れなかったと、まあ、いうことを言う方いらっしゃいますが、まあ、これは教会も同じです。教会もやっぱりこう過渡期があります。で、教会があるということは、個人の信仰生活の中でもやっぱり愛も変わらずいつも同じではなくて、やっぱりこう特にそういうね、過渡期、大事な時期がある。で、そこでこう新しくこう過渡期を次の状態に、次の段階にこうきちっとこう切り替えていかないと、そのままそのままだとやっぱりこう衰退してしまう、命が失われてしまうですね。ある方に言わせると脱皮ということを言います。まあ、一皮むける、世の中でもありますよね。一皮むけていく、そのままだともう逆にこう萎縮してしまって、むしろこうね、こう命なくなり小さくなってしまうということですね。で、実は今日の話というのは、この目立たないんですけども、この箇所というのは、キリスト教会のこの使徒行伝における過渡期の一つなんです、この箇所が。で、その時に何をしたのかというと、まあ、今日の、説教台にあります御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人をこう、まあ、探し出し、そしてその人たちによってこの次の、まあ、時代、過渡期を過ぎて次の段階に進んでいったということなんですね。私は小さい頃から教会、キリスト教会に触れて非常に良かったっていうのは、この人生を俯瞰してみる見方を小さい時からもう身につけているということなんですね。そして信仰の先輩の方々のお証もそうですし、また聖書にあるこう人生を考えるということが、まあ できた。で、それを小さい時からそういう、こう人生観を持っている時に、やっぱりこう未来のことは分かんないんですよね。誰も分かんない。でもそこにやはり神様のご計画があるということと、あといろんなことがあって、自分の思う通りに行く時もありますし、行かない時もあるんですけれども、でも神様がこう自分の人生に介入してくださり、入り込んでくださり、そして特にこう、まあ、いわゆる今日の言葉で言うならば過渡期ですよね。人生の節目、ここぞという時ですね。で、ここぞというその時に、まあ、踏み外さないで、やっぱりこう、まあ、今日のことで言うならば新しい段階にこう進んでいくということが大事なことなんだ。人生ってなんかだら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 
してない、いや私もダラダラしてる方で、暑いからですねダラダラしてますし、愛も変わらずという面もなきにしもあらずなんですけども、でもやっぱりここぞという時に神様によって聖霊によってやっぱりこう変えていく、まあ、変えられていく、でこれは非常に大事なことですね。そういう意識がなければ私たちもそうですし、教会も結局は同じ状態ずっと続けてて、本当は変わらなきゃいけないんだけども、まあ、そのことも気がつかない、わからない、そして同じことをだら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 やって、いつの間にか命失ってということなんですね。で、まあそういう中でこの箇所をこう見たときにですね、6章1節、その頃弟子の数が増えるにつれて、ですから、この急成長しているわけです。ペンテコステで3000人の人たちがいっぺんにバーンと信じたという、まあ、びっくりするようなことが起こったわけですね。それはもう聖霊 あのペンテコステのこう御業ですね、聖霊の御業です。でそこから、まあ、キリスト教会がスタートして、でその後何が起こったかというと、神様の奇跡、あの足の動かない人が動くような神の奇跡がね、ペテロによって行われた、みんなびっくりした、そしてこう集まってくる人たちもいた、だけど迫害も起こってきたということですよね。でそれに気に入らない、復活したイエスのことなんか言うなと、何言ってんだ、やめろっていう話も起こってきたって分かりますよね。でそういう中で、まあ、こう6章に入った時に、その頃弟子の数が増えるにつれてって言ってます。で弟子って言ってます。弟子っていうことは、これはあのイエス様を信じ、そしてイエス様のこう弟子になっている人が、まあ、どんどん増えてきたってことですね。でこれが今日の箇所の次の、7節ですね、下の段の7節を見ますと、こうして神の言葉はますます広まり、エルサレムにおける弟子の数が非常に増えていき、祭司たちも多数信仰を受け入れるようになった。これもすごいことなんですよね。ですからこうまさに急成長、右肩上がりでどんどんで、この時にはおそらく5000人から1万人がエルサレムの教会にいた。で教会ってもね、大きな1万人入るような、なんかそういうホールがあってっていう意味じゃないですね。まあ、おそらくあのこう家の教会とか、まあ、いろいろそういう中でおそらく1万人ぐらいいたんじゃないか。それでますます増えてきますよね。そして祭司たち、まあ、いわゆる反対勢力、ね、イエス様とこう対抗していく、批判するその人たちの中にもね、こう信仰を持つ人が起こったと書いております。おお、いいんじゃないこれ、ね、何でも民家たかりっていうのは勢いがありますよね。人数も増えて、だけどそのことともう一つ、そういうふうに人数が増えたから問題も起こったわけです。何かというと、6章のさっきの箇所に戻りますと、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちのヤモメらが日々の配給でおろそかにされがちだと苦情を申し立てたと、ここなんですね。いわゆるクレームがついた。で外からのクレームではなくて、中のクレームです。同じユダヤ人、まあ私たちは同じ日本人なんだけど、言葉が違う。日本人だったら日本語喋るでしょう、あったですね。ところがここで日本語が喋れない、つまり英語、つまり英語だとしたらアメリカにいる日本人ですよね。まあそういうことです。ですから、本国にいるヘブル語を話す、ユダヤ人と、この当時の外国にいるギリシャ語を話すユダヤ人、この両方のユダヤ人がこのイエス様を信じたわけです。イエス様を信じて同じ教会にいる、ね、ですからこのことを今当てはめてみるならば、同じ日本人なんだけど英語を話す日本人と日本語を話す日本人がこの中にいて礼拝を持ってる。特に、まあ、英語を話す日本人は日本語のことあんまりちょっとよく分からない人もいるっていうのはこんな感じですね。で、外国の方は後から来た人なんです。分かりますよね。
ヘブル語を話すユダヤ人がまず救われてって、でその後にこの、外国にいるこのギリシャ語を話すユダヤ人の人が来て、そして救われたってことが起こった、ね、でその時に、ここで、まあたわいのないって言えばたわいのないんですけども、やもめですから未亡人の方をお世話する、まあ、こうお食事を出す、そこに、ちょっとこう、うまくいかない。で、どっちかというとこの外国から来たユダヤ人、ギリシャ語を話すユダヤ人の方の、あのやもめ未亡人の方にこ うまくそのねお食事とか行き渡らなかったということが起こったということなんです。おろそかにされがちだと苦情を申し立てた。食べ物の恨みは大きいですよなんていうね、世の中でそういうことを言いますけども、やっぱりそうですよね。あの食事食べ物が誰かに行っていないって時に、皆さんだってちょっとあまりいい気持ちしないですよね。で1回ぐらいだったらいいんだけど、このことが結構頻繁に起こった。どうして？別にあの嫌いだとかなんかいじめられてるとか全然なくて、人数が増えたからなんです。一挙に急にね人数が増えた。そして言葉もうまく同じ民族なのに伝わらないって、こういう状況が起こったので、ある意味では仕方がないようなことなんですね。で教会ってやっぱりこういう問題が起こるわけですよね、まあ、規模はともかくですね、いろんな人がいますの でその時に、ここで、まあ、あのやっぱりちゃんとね苦情、これ困りますよっていう形で、その、まあ、ちょっとこう配給の行き渡らなかったギリシャ語を話すユダヤ人の人から出たわけです。でその時に十二使徒が、じゃあこのことでちゃんとこのことを解決をしましょうっていう話になって、でそして、今日のテーマであるこう聖霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を、まあ、立てたということなんですね。新しくこう、なんですかね、こう新しいことが動き始めていった時にこのような問題が起こる。で私たちはやっぱりまあ、個人に当てはめてみますと、こう信仰を持ってイエス様を信じて、これが神様の御心なんだって進んで新しいところにこう踏み出していった時に、踏み出したがゆえに、また環境が変わったがゆえに、やっぱりこういうことが起こるわけですよね。あるいは必然的でございます。あるいはちゃんとこの、クレーム苦情をきちっと処理をしなければなりません。まさにここは過渡期なんですね。過渡期なんです。そして、こう急成長したっていうのは素晴らしいことなんだけども、だけどこの後また後ですぐ見ますけども、迫害も激しくなるわけです。迫害も激しくなるんですね。で両方こう起こってくるわけですね。結構ちょっと難しい状況ですよね。人も増えてくる、感謝だけど迫害も強くなってくる。そして中ではこういうことがね、あるいはこう、まあ、大したことないといえばそうとも言えますね。本筋の話じゃないですから、ちょっと食事が行き渡らないっていうことなので、まあまあそんなことはあっても言えるわけですよね。でもここで十二使徒たちはこのことをきちっとこう対応してったということになります。まあ、私たち過渡期をどうするのかということですね。個人的にも教会も。でその時に、第一のポイントは、神様は人を選び用いるということがあります。問題解決のためには、じゃあ委員会を作りましょう、そしてアンケートをして、どれだけの人が、まあ、お食事がねちょっと漏れてしまったのか、ちょっと調査をして、だって1万人ぐらいいるわけですからね。そして解決策を講じましょう。そしてちゃんと苦情処理のね、そういう窓口を、まあ、もうちょっときちっと整備して、何かあったら言ってください。そして配給ですよね。そういうこう配給する時のもっと合理的な、そういうこう、合理的なやり方を検討しましょうということだと思うんですね。ちょっとまあ現代的な今流の言い方したと思うんですね。現代ではそうしますよね。
円滑に進めましょう。悪いことではないし、おそらくこの時代もこの時代なりにそのような具体的なこう解決をしたと思います、したと思います。だけれどもここで一番最初にしたことはこの人です。人を選んだ。で、誰が選んだかというと、神様が選んだということなんですね。私たちはいろいろこう悩んだり考えたり、また難しいことがある、先に進まないときに、今申し上げたように解決策ももちろん大事だしなんだけども、やっぱりその前に人だと思いますね。まあ自分もそうですよね。そして他の人もやっぱり人、まさに適材適所。ちょっとそうじゃない人をその担当にしてしまうと、いやもう逆にむちゃくちゃになってしまうということですよね。これはもうお仕事してる人はもうそのことがね、もういっぱい出てくると思いますが、やっぱり人が大事。これは企業でもどこでもそうですね。もうとにかく人なんだ、人作りが大事なんだ。そしてその人が作られるっていうことが、それはねやっぱりこう簡単ではない。ふさわしい人が作られてくる、育てられてくる。でそのことをやはりここで、まずこう人なんだっていうことなんですね。だったら、人気投票しましょうか。人気のある人やってください。あと欠席裁判ってありますよね。あんまりこれ苦情処理ですからやりたくないですよね。あいつちょっといないから、あいつをねちょっと選んどいて、決まったよ、あんたが担当になったよってね、欠席裁判で決めるとかね、なんかそういうことでなんかなっちゃいますよね。意外となりがちでございますが、でもここでやっぱり神様に選ばれ神様に用いられるという人が大事なんだって、ここの観点です。旧約聖書出エジプトの大事業をしたモーセ、最初は自分の正義感から、この自分の同胞を救い出さなきゃいけない。だけどエジプト人をねちょっとこう殺してしまって、でエジプトの王からも反感を買い、でそれだけじゃなくて自分の同胞からですよね、同胞のユダヤ人たちからも反感を買った。だからもうどっちにしてももう行き場所なくなってしまって、もう終わりだっていう話ですね。そしてアラノに逃げていったっていう話ですよね。もう二度とやらん、ちょっと正義感駆られてねやって、もうとんでもないもうことだ。まあ特にあれですよね、イスラエル民族から自分の同胞から信じられない、信じてもらえなかったっていうのが一番辛いと思いますね。その中でずっと40年の歴史が経って時に神様がもちろん皆さんご存知のようにアラノにおいて燃える芝ですよね、モーセが見に行って、そしてモーセに対して、出エジプトの使命を与えた。そして神様はご自分をねあってあるものだという形でご自分を示されたって出エジプト記の3章の場面になるわけです。でその時に、モーセは待ってました、私昔やってましたんでね、本当はやりたかったんです神様じゃなくて、逆ですよね。いや私はできません、もう無理ですって誇示してますよね、辞退してますよね。 でも神様が私は共にいるということで彼は立っていったわけですよね。その使命を果たしていった。でその使命を果たした後もそうですよね。その後一番の問題は何かっていうと、やはりこのイスラエル民族の問題ですね。なかなか頑固で聞いてくれない、モーセに対してもその苦情も出るし、モーセのリーダーシップに対しても批判が出るわけですよね。まあ普通であればやってられないっていう話ですよね。私がこんなに一生懸命やってるのね、命かけて一生懸命やってるのにそこまで言うか、やってられないよって人間的にはもう そういう状況の中にあるあったわけですね、モーセは。でもなんでそこで、そのこう使命を託して使命を全うできたのか、たった一つですよね。やっぱ神様に選ばれた、神様から使命与えられた。
神に立てられるっていうことですね。神様から使命を与えられた人がその使命を果たしていく。でその時私たちはそういう、問題解決、苦情処理、これをどうしようかっていうふうにパッとなるわけですね。もちろん大事なんです。でこれを自分に置き換えると、やっぱり自分自身がやっぱ神様からこの使命、この役割を果たし、あの、ね、こう任されているっていう、こう信仰的な観点で捉えているのかどうか、この世的なことでやらなきゃいけない、ちょっとそこその委員会になっちゃってね、なんかみんなから言われたから しなきゃいけないとか、まあちょっとね、立場上やらんとちょっとダメだよね、もちろん現実的にあると思うんです。私もあります。でもやっぱりそういう中でやっぱ神様からこう立てられている、ここがやはり神様の御業が進む。そして教会もそうですね。教会において聖霊の御業が進むときに、聖霊はそのような人たちを立てているということなんです。でこの立てられた人のがどういう人たちかっていうと、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人ですよね。でその7人のリストがあの下のページ名前出てますよね。そして新あごめんなさい5節、その提案は会衆一同の賛成するところとなった。ですから会衆一同ですから、この当時何千人かいるその人たちが、まあみんなね、ふさわしい人たちが選ばれたとい こう信頼したということもありますよね。そしてじゃあ誰なのっていうと、そして信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ。でこのステパノは すぐこの後出てくるわけです。そして来週の説教になりますが、ステパノは殉教するんですね。すぐ殉教するんです。でそれからピリポ、このピリポもですね、このエルサレム教会からすぐ出て行って、そしてエチオピアの宦官にあのイエス様のことを伝えていくわけですね。でその後プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナおよびアントーケの回収者ニコラを選び出してとあります。今あの最初の2人はこの後出てるので、またよく皆さんも知ってる人だと思いますね。で他のこう5人はいやあんまり聞いたことないなっていうリストあの人だと思いますが、で全員ギリシャ名なんです。ということはさっき申し上げた本家本元のもともといたユダヤ語を話すあのヘブル語を話すユダヤ人じゃなくて、次の世代の、ね、後から来た、ね、このギリシャ語を話すこのユダヤ人の人たちが全員その人たちを選んだんです。でもちろん、ね、このもともといるヘブル語を話すユダヤ人の人たちも合意したわけですね。ちょっとこの教会の指導者層が変わっていったんです。ここで不思議ですよね。実はですね、使徒行伝っていうのは本家本元 のエルサレムにいるユダヤ人、そしてギリシャ語を話すユダヤ人、外国に住んでいるユダヤ人、そしてそのことで次異邦人っていうこの順番になっていくわけです。そして圧倒的に異邦人の方がバーッと増えてきて今に至ってるってことですね。ですからこの順番の中で神様はこう人を用いているっていうことが分かるわけですね。あ、本当に神様は不思議なことをなさるなって、この展開、私たちは使徒行伝を読んで後になって、あ、神様本当にふさわしい人を選んだな、まさに適材適所、この時代この展開の中でこの問題解決のために、いや次の世代ね、次の世代まで見据えて、次の教会の姿まで見据えて今ふさわしい人たちを神様は立っている、すごいなと私は思うんですね。人間的にはあまり考えないですよね。やっぱりもともといたユダヤ人とかね、なんかこううまく調整してなんかねこう委員会作ってって話になると思うんですけども、でこのことを改修もみんな合意して、そしてこう進んでいったということなんです。でそういう中で、このなぜこの7人の人たちを選んだかというと、2節、これ2番目のポイントですけども、そこで十二使徒たちは弟子全体を呼び集めていった。私たちが神の言葉を差し置いて食卓のことに、携わるのは面白くない。
ていうことですね。神の言葉を差し置いてということ言葉です。だ神の言葉をないがしろにしないためなんです。というのはこういう苦情処理のためにそっちばっかりになってなんとか解決しなきゃいけない、みんな不満持ってんだからって、もちろん大事なんですよね。だけどそのことでこの神の言葉がこうないがしろにされてしまうということを避けるためにこの7人を選んだ。神の言葉と祈りに専念するためでございます。教会もしなければいけないことがいっぱいあります。だけれども神の言葉を聞く、神の言葉に固く立つということを無視はしないんだけど、おろそかにしてそっちの問題解決の方、いや大変だ大変だ、これなんとかしなきゃいけないよね、ね、そうですよね、大変な問題ですから、ある意味では些細ですけど、一歩間違うとね、もう不満がわーっとなって教会分裂するようなことに発展しかねないですよね。そして、まあ、いわゆる民族対立までいきませんけどもね、帰国した人たちと本国にいる人たちがこうなんか変な溝ができるっていうことが起こるわけです。だけれどもそのことに、どうしようどうしようどうしようじゃなくて、御言葉に固く立つ。私たちはどんな時でも御言葉が語られ、御言葉が聞かれ、そして御言葉が伝えられるということを教会が大事にしないと、他のことに気が回ってると、一見その大変な問題解決できそうなんだけど、でもやっぱり人間的な処理、人間的な方法、そしていろんなまたわーっと問題がこう吹き出てしまうということが起こると思うんですね。神の言葉を差し置かないため、神の言葉を聞くということをおろそかにしないためなんです。これ非常に大事なポイントなんです。ということは私たち個人もそうですね。過渡期、問題解決、大事だ、しなきゃいけない、だけどどうしようどうしようどうしよう、 何をしようか、 あの人に相談して、あのこうの、こういう方策もあるんだ、あそうだっていう形でなんかわわわわやってしまいがち。私もそうですね。やっぱり神の言葉を聞くということをおろそかにすることはできない。そして神の言葉を聞くということはやっぱり心を静めて祈るということですよね。やっぱりどれだけ落ち着いているのか、どれだけ冷静になっているのか、あるいはどれだけこう物が見えているのかっていうことが問題解決のために非常に大事だと思うんですね。その時に私たちは祈れる、神の前に静まって祈れる時にやっぱりそういう心が与えられると思いますね。いろんな話をするよりも、まあ、賛美しないんですけども、新生活のですね、まあ、この賛美した方が良かったかなと後でちょっと思うんですけど、196番をちょっと開いてくださいますか。新生活196番、祈れ物事、よくご存知のことだと思いますね。祈れ物事、みなままならず、胸に潤いの雲を閉ざす時ですね。うまくいかない、本当にね、胸の中にいろいろ憂い、心配事、悩み、まあ、なんかね、暗雲垂れ込めるって感じですよね。もう心はうつ的になっちゃいますよね。祈れよし道は暗くあるとも、祈れすべてを主の手に委ねて、祈れ心を沈めて神の胸にいかにと知りうるまではですね。そして祈れ己のことよりもむしろ人を取りなす身となるまでは、祈れ御業は必ずなると信じて感謝をなしうるまでは。だから非常にね、素晴らしい賛美で、ご存知の方が多いと思いますね。やっぱり御言葉を信じる、神様の言葉を信じることと、やっぱり静まって本当にざわざわ、心ざわざわしますよね。その時に私たちは本当に恥ずかしい時に、こんな時ね、聖書なんて読んでられるか、祈ってなんてられるか、だって大変なんだろうって、こういうふうになっちゃうんですよね。そんなことよりは逆ですよね。
で結局そうやって本当に御言葉を頼り祈るときに逆にその問題解決の方にやっぱり神様がやっぱ本当に働いてくださる、生き働いてくださるっていうね、不思議な経験をすることができる。祈らないで御言葉に頼らないで問題解決ばっかりやってると、この問題解決っていうのは俺がした、あの人のアイデアでうまくいった、こう人間的な解決にね、もちろんね 人の助けとか必要ですよ、相談する必要です。でもやっぱりそういう中にも神様が働いてくださったっていうねことがやっぱりこう弱くなるというかね、ないんじゃないかなって思いますね。でそういう意味で御言葉と祈りに専念する、そのために教会はこの、7人を選び出したということなんです。どんなことがあっても教会としてやはり御言葉と祈りを大事にする、個人もそうだですね。で、3番目、どういう人たちが選ばれたかということですね。御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人でございます。3つあります。御霊に満ちた人、御霊に満ちた人というのは何よりも神様の御心を求め神の導きを求める人です。この時どうしたらいいのか、どういう方策があるのか、あれがしたい、これがしたい、あれはしたくない、あれは嫌い、それは私のやり方ではないとかね、世の中ではこうやってるよっていう感じで、まあ、もちろんこういう話をすることも必要ですが、でもこれに終始してしまうともうぐちゃぐちゃ、少なくとも教会はですよ、あの他の人の集まりはちょっと置いておきますけど、教会はぐちゃぐちゃになっちゃいますね。もう教会じゃなくなっちゃう。やっぱり神様が何を望んでいらっしゃるのか、イエス様が何を望んでいらっしゃるのかということをやっぱりこう求める人が問題解決しないとということなんです。それが聖霊に満ちた人ということですね。これはあの聖書箇所を開いていただきますけれども、第一コリントの2章の11から13節258ページを見ていただけますかね。御霊に満ちただから、聖霊に満ちた人っていうのがどういう人なのか、258ページ第一コリントの2章の11節一体人間の思いはそのうちにある人間の霊以外に誰が知っているか、それと同じように神の思いも神の御霊以外には知るものはない。ですから御霊に満たされた人っていうのは神の思いですよね。神様の思いを大切にする人ってことですね。ところが私たちが受けたのはこの世の霊ではなく神からの霊である。それによって神から賜る恵みを語るのである。この賜物について語るにも私たちは人間の知恵が教えることを用いないで、御霊の教える言葉を用い、霊によって霊のことを解釈するのである。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受けれない。いや私は御霊、ね、聖霊関係ありませんよというならば、それは神様の思いですね、神様の願いっていうのに無関心、関係ないっていうことですよね。でそれは彼には愚かなものだからです。神様の願い、神様の御心、イエス様の思い、愚か、な愚かだよ、ね、世の中そんなことやってないよ、もっと合理的にうまくやったらいいよっていう話ですよね。自分のやりたいこと、得なこと、ね、面白いことやったらいいじゃない、何やってんの、何もたもたやってんのって感じになっちゃいますよね。それはイエス様とか神様とか聖霊っていうのは彼にとっては愚かだからですね。私はそうじゃなくて、また御霊によって判断されるべきである。彼はそれを理解することができない。しかし霊の人はすべてのものを判断するが、自分自身は誰からも判断することはない。誰でも主の思いを知って彼を知ること、彼を教えることができようか。しかし私たちはキリストの思いを持っている。ここにキリストの思いってありますよね。ですからイエス様の思い、もしイエス様だったらどういうふうになさるだろうか、イエス様の喜ばれることはどういうことだろうかって、そういうことがやはり根底にある。これが抜きになっちゃうと本当に人間的、そして方策ですよね、解決方策に溺れてくるわけですね。そしてうまくいくと、おお、うまくいったいった、俺ってなかなか、ね、頭がいいな、知恵があるなとかって、もうすぐ傲慢になっちゃうんですね。まあ私はそうなんですけども、
本当にうまくいってもうまくいかなくてもパッと解決してもなかなか解決しなくてもやっぱりこう神様の御心、神様の願い、やっぱりこうイエス様の思いというところにこう進んでいけるっていうのが、これが聖霊に満たされた人、御霊に満たされた人、これが教会にとって一番大事なことなんだ。でその次に方策、その次に解決案が出てくるということですね。で2番目は知恵に満ちた人で、これはもっと具体的になるんです。知恵っていうのは真理を当てはめることでございます。この場合ですね、この使徒行伝の中ではさっきあのステパノのお話をしましたけども、ステパノはいろんなこう、羊としてこの選ばれた7人なんですけども、彼自身が何かこう苦情処理とか教会運営に携わったのではなくて、このあとステパノはすぐこう御言葉を伝えていくわけです。でその伝えたときに、敵もなかなかすごい人たち、論客、そんなのこと言うんだったらという形でね、こうやり込めることのできるような人たちが、そうそうたる人たちがいた。でその時にステパノが、まあ、あるいは論議になった、宗教論議になった時に、戻ると6章の10節なんですね。彼は知恵と御霊とで語ったので、それに対抗することができなかったとあります。まあ、彼が論客になったとか理論的に話したというよりも、やっぱりこう御言葉を語る知恵が与えられたということですね。私たちもそうです。あの別にそんなこうね、理論的な論客の人を言いまかすなんてのは私もできませんし、だけどその時その時にやっぱりこう御言葉を明かしできる力を与えてくださる、たどたしいながらね、まあ、またうまく言えないながら、ああちょっと失敗しちゃったな、うまく伝わらなかったなということがありながらも、不思議ですけども、あの御霊はこう御言葉をこう伝える力を与えてくださるということは言えるんじゃないかなと思いますね。それでもう一つ、知恵っていうのはやはり具体的に、あのそもそもこの7人が選び出された理由っていうのは、あの食卓のことですよね。あの配給問題を解決するために選ばれたわけですから、やはり教会運営のために、その苦情処理のためにも選ばれているわけです、他の方々ね。ということはこの組織を運営するっていうのは、あるいは知恵が必要ですよね。非常に難しい知恵、いろんな人たちがいますしね、いろんな対応しなきゃいけませんから、そういう知恵も与えられた。で3番目、それは、評判の良い人たちで、これは何かというと信頼されるということです。人はどうもこう独善的になりがち、非常識になりがちありますよね。全部じゃないんです。ある面独善的、ある面非常識になりがち、少なくともなりがち。そして信仰の名によってそういうことが起こったときに非常に頑固になるんですね。おそらく教会でもそうなると思いますね。でその時にこの評判の良いっていうのはそれ逆なんですね。本当にこう信頼される、独善的にならない、非常識にならない、あるいは謙遜な人格ですよね。それが評判の良い。そしてこれが教会内だけじゃなくて社会からもそういうふうに評価される。じゃあ こんなことは、ね、自分でできるんだろうか。自分でこうね、磨いて人格を磨いてね、できるのはもうできないですね。少なくとも私はできないですけども、本当にこう神様によってこう本当にね教えられ、神様によってこう、導かれ、そしてある時には本当に悔い改める、神様に対して人に対して、で自分のやっぱり足らないところをね正直に認めて、あの本当に謙虚に悔い改めていかないと、このようなこう評判の良い、人から信頼されるということは起こらないと思うんですね。全部あの聖霊の御業でございます。もう終わります。私たち教会も個人個人の人生の中でも過渡期があります。難しいことが起こります。いろんなことがこう、いろんなことがね重なって起こるわけですよね。いいこともあるし悪いこともあるし、そしてこう変化もしていく、人も変化をする、自分も変化をしていく。そういう中で私たち、ああどうしようどうしよう、あ困った困った、あこれにはこう、あれにはこうしたらいいって、もちろんしなきゃいけないんだけど、その前に今日のこの箇所で本当に、教えられることは、
御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちを神様が用いた、立てた。そして他の人がこう信頼して、ある意味ではその人たちがこうリーダーシップを取って、この難局、過渡期、難しいところをこう進んでいった。もしここでうまくいかなければ、キリスト教会は単なる民族宗教に終わってたわけですね。ユダヤ人だけ、例えばギリシャ系のユダヤ人だけとかね、なんか分裂もしたかもしれません。あるいはキリスト教の命運を握るようなこの場面なんですね。その中でうまく、まあ、人間的な言い方ですけど、うまく乗り切っていった、次の段階に進んでいったのは、やはり方策ではなくて、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちが選び出されていった。これが聖霊がしたこと、神様がしたことです。私たちもやはりね、まあ、自分自身に置き換えてみるならば、やっぱりそういう人にこうならせていただきたいということなんですね。私自身が御霊と知恵とに満ち、評判の良いというかね、そういう人にならせていただいて、そして難しい過渡期、やっぱり神様に導かれて、そしてですね、次の段階に進んでいくということが大事なことかなと思います。教会もね、今の時代本当に難しい時代ですね。あるいは過渡期ですよね。時代的にもそうですし、横浜薬局教会も一つの過渡期だと私は理解してますので、本当に私たち一人一人がそのような人にならせていただいて、進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選び出してほしい。この提案は会衆一同の賛成するところとなった。この箇所から神様は本当にいろんなことを教えられます、ね、問題解決、方策ももちろん大事でございます。どうか御言葉と祈りを大切にしていくことができますように、本末転倒にならないように、そして問題解決よりもその前に人が御霊に満たされ、知恵に満たされ、評判の良い人になっていくことが大切である。神様はそのことを私たちにしてくださることを信じてありがとうございます。現実いろいろ悩んだり考えたり、この先どうなるのかというときに、どうぞ私たち自身が本当に神様に整えられて、そしてどうぞ御霊と知恵とに満ちた評判の良い人にならせていただいて、そういう中でどうぞ新しい次の段階に進んでいくことができるように導いてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。